うんうん。<laughs> 原さん、しょうもない質問でごめんなさい。誰かとコンビニ行った時、自分の会計でお金があるのに、明日、カ2円や3円などを、ごめん、細かい小手にある。この2円払えるとかいうやつが嫌いです。なんで、お金なくなったのいや、大きいのしかないんだよね。いや、大きいの崩せば。確かに1000円札が998円になったら、財布は膨れるし、重くもなります。 ただ、そんなことでって思いませんかそれが原因で財布がポケットに入らない。小銭が重くて歩けないとか言うんなら出します。ただ、そんなことは100%ないですよね。しかも、その札は高確率でいずれ崩され、崩されます。えー、かっこ、そいつが帰りに一人の時でコンビニに行ったら崩すでしょう。なぜ彼の未人こ並みに小さな快適のために私は小銭を出さなくてはいけないでしょうかちなみに私は奢ることもあるし、金を貸すこともあります。誕生日プレゼントとかもあります。 金にうるさいわけではない。このシチュエーションだけなぜか我慢できません。梅原さんはどう思いますかなるほど。えー、おもろいなこれはまず、もう本当に、梅原さんお願いします。これは、えっ、ー、と、フラットな関係だったらこれは言わないです。うん。えっと、2円、3円ちょうだいって言わない。うん。でも、何かしら、例えば、 えっと、そうだな。じゃあ、俺がもし車の運転手だったとしよう。うん、で、ガス代はみんなで割ってます。うん、でも、運転してるの俺です。うん、つまり、俺にはちょっと労力がかかってます。うん、ってなったら、はい、コンビニとかで、あ、ごめん、2円3円ないって、多分自然に言う、それは。俺が運転手してるんだから、これぐらいはいいだろっていう無言の、その、なんていうの 多分それぐらいは許してくれんじゃねみたいな感じで言っちゃうかも。うんうん、でもそこに何の、その、あれがなければ言わない<ー>もしくは、例えば、えっ、ー、と、前の店で飯をおごったとか。うん、で、飯をおごったから、ちょ、コンビニ行った時に、ちょ、ちょっと、なんか、派数ないとかはあるかもしれない。で、それは、その、派数が欲しいんじゃなくて、うん、むしろ派数を出してくれたらいいんだよっていう、なんか、逆にその相手の、 そう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 むしろ発数を出させてあげるって感じどっちかっていうと申し訳なさを少しでもそうそう出させてあげるこれでチャラでいいよみたいな意味で出させるみたいななジュース1本おごらせるとかねなんか例えばい飯食ったからじゃあちょっとんかんかステップの好評をっていうとかさっていう感じにするおごり 怒っぱなしだとちょっと嫌かなみたいな。怒られっぱなしだと。いいそうそう。って感じで言うことはあるけど、フラットだったら言わないかな。なるほど。うん。ケンジ君どうですか俺も、なんか、言わんとしてることは分かるけど、うんうん、あんまり自分がそういうのしないね。されたら、言われたら出すけど、うん、自分が言うことはない。 ああ。こういうシチュエーションになったとしても。うん。え、でもさ、例えばだけどさ、ちょっと想像してほしいんだけど、じゃ、ケンジとオリカスさんで2人で飲んでましたと。うん、で、オリカスさん、金全くないと。で、取引をだ、うん、出しましたと。うんあ。じゃあいいオリカスさん、じゃあ取引俺が出すよっつって。で、その後コンビニ、うん、じゃあコンビニでちょっと、なんか、うんうん、そのままコンビニで買って飲みますかってなった時に、 まあ、会計としては、じゃあ、大したことない。多分、じゃあ、まあ、600円ぐらいだった時になん、何か、うん、ちょ、上原さん、じゃあハ発だけ出してよとか。なんない。あえて。金が欲しいんじゃなくて。ね、ちょっと待って、あの、あの、上原さんね、うん、あのね、真面目な話ね、そのシチュエーションあったんですよ。こ目に浮かんだもんな。あ<ー>目に浮かんだもん、ね、<laughs> <ー>これね。例え話じゃなかった、今の。 でなんでこの人その話知ってんだろあ完全にあれですか、あのありましたか、それは。びっくりした、なんかもう、あのちょっと今ね、取引とか言われて引いたもん、ちょっと。いや、これは、じゃあこれなんでそれ言ったかっていうと、オリカスさんがまず取引が好きなんだよね。安いし、そうそう、安くて好きみたいなので、当時、日暮里にあったんよ。 あれが取引がありましたそうだからいや例に出したんだけどね全然例え話じゃないからねこれザ実はだたザ実はね俺はその時にで最後コンビニ行って取引をおごって出しますよいいっすよいいっすよこんな気にしないでっつって取り切ったとコンビニ寄ってちょっとコーヒー飲みたいんで折り笠さんちょっと出してもらえませんみたいなことは言ったほら なるほど。さすがにほら、同い年っていうのもあるし、あんまりなんかここでなんかお金の出した出さないで、ヒエラルキーみたいなのも作りたくない。ああ、そうそうそう。だからやってるじゃん。やってるじゃないですうん。だからそういうのはやる。そういうのはもちろん。ああ。それそれ。それですよ。まあ言ったら。ああ、それは、それはやるね。うん。なるほど、なるほど。そう。やったね。やるねじゃなくて、やったね。やったね。 ね、じゃあこれ、あの、結論的に言ったら、お二人とも多分、その、千札が998円とかになることに対して全く何も思わないですよね。えっと、あ、それはどうでもいいわ。別,別にめんどくさいっていうか、ね。どうでも、うん、どうでも、どうでもいいっていうか、うん、俺は結構、その、頑張って端数出そうとする側だけど、その、なんか、うん。うん、あの、麻雀の展望を支払うときみたいで、なんか計算が楽しいのよ。うんはい、はい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 。968円だったら、 1100、いや、なんだけど、そう、あ、そう、1十三円とか、あ、違う、千二2三円だね、その場合はね。1123円だね。1 1 2三円とか、なとにかくちょっとでも、あの、何小銭が少なく来る形で、払うっていうのは、た純に楽しい。ミニゲームみたいな感じで楽しいから。分かる分かるうんそう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 。いや、これ俺、これ、あんまり俺も人には言わないんだけど。 あの,あの、嫁さんの場合はそれは確実に言うよ。うん。でもそれはお互い、なんか財布が一緒だから、まあ、それはいいじゃん。うん。で、俺、仮に梅ちゃんがい、なんか会計したそのコンビニで。うん。で、俺、隣にいて、うん、差額差額998円みたいになったすんじゃん。うん。俺も2円あげちゃうのよ。気持ち悪いのよ、その998円の。じゃらって人が渡されてるのいい <laughs> あー、なるほどね。俺<は>あ、それ、そんなに だもう俺すごい嫌なんだよええー、それはなんかないなさすがに嫌だっていうか別にそれ親切心でも何でもなく、うん、なんか俺にとって2円いらない俺にとっての小銭があなたに吸収されることで1000円のお釣りになりました、うん、あ気持ちいいなんですよあーでもそれは大人になってからの感覚だよねまあでもこの人たちも大人かまあっていうか2円とか5円以下を なんかその5章大事にみたいなのないじゃない別にいやでもこれ10代だったら結構気軽に2円渡せなくない<え>いやその2円が大事ってことはないけど大学生時代でもやってた気がするなあ本当二円なんかその、うん、なん,かなんか気持ち悪いんだよ俺いやその気持ち悪さのためだけに2円を使えなかった当時はあそううん 2, 2円を大事にしてたわけじゃないけど例え梅ちゃんがないかなあと2円みたいなこう探したとしては絶対出すえー、大学生ぐらいの時から に出すね<ー>だってー気持ちいいんだよだって別に俺もその小銭いらないんだから <laughs> いらないってことだよいやいらないいらないってことはないけどもいい<ー>まあいらないってこじゃないんだよ、まあ、いらないってことはないんだけど事実、うん、もだからかいつだってそれはその2円が積み重なって1 0 0円とかになったりするわけじゃない,いやいやもちろんいやもちろんそれはそうなんだよそれはそうなんだけど、うんうん、なんか自分なんかそのいない,いんだよ <laughs> なんかいいんだよ、これわかんないけどさ、わかんないけど。まあまあ、まあだから、その、あれよね、その、重いものも運んでる人がいたときに、あ、ちょっと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 、ちょいと、ちょっ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 と、ちいっと、ちょっと、ち分かるちょっいちょっと、は分かと、ちょっと、ちいっと、ちょ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 っと、小銭の話でさ、たぶん、共感されないと思うけど、あえて言うけどさ、あの、こう、なんか、細かいお金が出そう、釣りが出そうなときにさ、えっと、

作りたいいってうん分かる分かるそれめちゃめちゃ分かるあそれ分かるなんかいや分かるなんだろ多分それいやその玉1枚で来るっていうのはなんか気持ちいいんだよそれが1円であれ5円であれ10円であれ100円であれ玉1枚バックっていうのは全然嫌じゃない玉1枚バックはそうだね玉1枚バックは全然嫌じゃない嫌じゃない分かる 確かに俺、999円に対して1004円出したこと。あ、でも、ちょっと1円でも多すぎるなって時は出してたかもしれないけど。うん、基本、だらけうん。うん、基本受け入れてるね、確かに。999に対しての1円パックは、うん。だからさ、997とかだったら、2足して、うん、だからこう、数が減るじゃん。はい,はいはい。トータルの。うん、うトータルの枚数が減るけど、なんかそこになんか、例えば999に1004とか、 ちょっとなっ。わかるわかる。分かる。わかるな。なんか、1円返ってくることに逆にレア感を感じてしまう。だからそう、999というお会計に経意を払う。多分 <laughs> すげえな、みたいな。3ンじゃん、みたいな。なんか、そういう感覚があるで。うんなるう、ね。敬意を払うかもしれない。そ,うそれはわかるわ。<laughs> よかったわ。いや、めちゃめちゃわかるわ、それ。 めちゃめちゃわかるな。ちなみにさ、2人ともさ、1023円のお会計で、レジが混んでないとしましょう。まずそこ大事。レジが混んでない。深夜のコンビニとしましょう。まず渡しで、お財布を開けたら、1000円持ちあって、5円玉1枚と1円玉が5枚以上あって、23円 ほかにも10円玉もありますと。はい、だ10円玉2枚と1円玉3枚で全然払いますはいはいはい。けど、1円玉も8枚あって、5円玉も1枚あった場合、うん、その5円玉と1円玉の8枚で13円を作ります。作ります。で、プラス10円をます。作ります。やっぱ作る。僕も100%作るんですよ。作ります。<laughs> めちゃくちゃ気持ちいい作ります。なんかね、いいねあのね、これ本当にうん、うん、その、 ちょっと例えが汚いけど、排泄するかのような快感がある、その13円わ <laughs> <laughs> かる,かるそれは、わかるんだよ。あのなんかね、コンビニでトイレ借りたかのような、なんか、お前んとこにこの遅円置いていくかなみたいな。わわかるわ、うん、この一円はお前のだから、かお前んとこに置いていくかなっていう、そのどこに置いてってもいいんだけど、うん、お前んとこだからなっていう。 もうめちゃめちゃおおれあれよ、おお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 なおお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 おかおお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  だから、それは、やっぱり気持ちいいんだな。いや、気持ちいい気持ちいい。だって、その邪魔じゃん。そう、邪魔邪魔だからね。うん。わかるわかる。そうだよね。うん。そうなんだよね。うん。わかる。でもさっきの990円のやつ、面白かったな。確かに。そうなんだよな。いやー、この金の払い方面いな。ど、どっから削り始めんだろう。たぶ996円で4円のお釣りだった場合って。それは1円払うんじゃない いや払うそれはそそれれははもう1百0出すね。混んでても出す。じゃあ998だろ。九九八も俺やっちゃうね。三円出す。三円出すね、俺は。ああ、じゃあやっぱ九九九っていうのはやっぱり九九九からやっぱり特別感を感じるよね。九九九からなるほど、特別なんだね。だって、例えばだって、なんだろう。あ逆にさ、千一円だったら、 あのー、札がさ、千円札しかなくてさ、玉が五円玉しかなかったらば、二千五円出すでしょん千五円千一円で、会計がね。はい、あ、ごめん。なんか、ごめん。千千千五円じゃあん。千五円か。ごめん。間違えた。二千五円なわけねえや。えーとえー、っと、千、えっと、五百円。あー、ちょっとおかしいな、おかしいな。ごめ、えー、ん。ちょっと待って。えっと、あれ変だな。十、んちょっと待って。う計算間違えてる。えー、っと、 1,001円じゃないんだかい会,会計が。えー、っと。あ、ごめん、何でもないす、忘れてください。え、お会計千一円でいいじゃない ?1,001 円で。千五円。うん。えー、あでも、5円だったら五円出しゃいいもんな。5円だったら1,05円出すね。五円だったら五円、足んないから5円出すよね。あれじゃあ違うか。な,な,なんか、なんかもうちょいあるんだよな。なんかその。 あ、でもまあ、ごめん。これと同じ話だと思ううん。ごめん。気持ちいいかどうか。ああ、勘違いだと思う、多分。はい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 。でも、じゃあ、そうか。だから、うん、そうな。うん、でも、この、この質問に対しては、人にはあんま求めないかな。うん、これいないって。そうだね。えー、うん、人には求めないな。いや、でもさ、うん、あまあ、関係性によるな。じゃじゃあ、1001円で、 うん、小銭ゼロ。うん、<laughs> で、2000円。うん、なんか、言いたくなるよね。一円言,言いたくなるんだけど、梅ちゃん。言いたくなるんだけど、ね、俺、俺、やったケースがあって、うん、えっと1円ちょうだいって言うじゃん、俺。うん、で、俺の後ろに並んでたやつにもらったんだよ、友達で。で、俺、すっきりしたんだよ。うんうん でそいつその1円俺にくれたじゃんうんそいつの会計でそれが来たんだよ1円取んなかったのそうなんだよで俺もうすっきりしちゃってるじゃんごめんねってのあったんだああなるほどねそれからそれからやめたの誰かが結局犠牲になるってことだよなそうだもんねガッサリ9円のおりガッサリもらってそいつの会計待ってるから9円出ねえかなとかああ ななんらこれ使わせてくれ。ああ、なるほどね。あの時の5を、あの時の5を返す時が来ました。恩に報いる時が来ましたっつって。私、9倍でお返ししますみたいな。そう、そういうのがあるどなるほど。まあ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 。いや、これ意外と面白かった。面白かったですね。面白かった。いい質問だった。はい。えー。 <laughs> あちょっと待ってねじゃあちょっと俺飲み物取っていきますねトイレとアンドトイレあいらっしゃいし、はいてらっしゃい俺も飲み物取ってこようああいってらっしゃいません